クラブレガシーオンチューブ、今日はレガシー B4 2.5i リミテッド、新型レガシーですね。2014年10月にデビューした新型レガシーでアイサイトバージョン3走行しております、高速道路で今ですね、これはあれだ、今ね燃費はね40キロ走って18.3、100キロから80キロの間ぐらいで走ってますね。で、バージョン3のアイサイトはレボーグ S4、WRX-S4 から登場したんですが、レガシーはまた違う仕様で登場しました。なのでその辺の違いをバージョン1、BP-BL あたりの頃からどういう風に変わってきたのかっていうのをちょっと喋りながら、途中ね車がこう合流してきたら、ああ、ここ合流はこういう風にするんだねみたいな感じのものを見ながらいろいろしていこうと思います。バージョン1、BP-BL 4代目レガシーの後期 F 型で登場しました。ステレオカメラのみでのクルーズコントロールとプリクラッシュセーフティーっていうのを搭載で、特徴ざーっと変化としては何があったかっていうところの特徴をつまんで言えば、初代モデルは全車速追従しました。それからプリクラもしましたが、プリクラは完全停止がありません。で、当時はね、プリクラッシュでガーッピピピピピピピっていってぶつけないっていうのはダメだったんで、軽くタッチしなきゃいけなくて、なので、止まりきりません。そこはブレーキを自分で最後踏みなさいっていう、ね、そういうレギュレーションでした。それと全車速追従はするんですが、全車速追従して停止した後、レガシーのオーナーはご存知だと思いますが、全車速追従するんですけども、渋滞とかで例えば停止した後、5秒くらいだったかな、ピッ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 って言って、ブレーキをリリースして、つまりクリープで走り出しちゃう。完全停止して停止保持しないっていうタイプでした。で、これはバージョン2になってもバージョン3になってもですね、サイドブレーキが手動のモデルに関しては同様です。だからバージョン2がついてたインプレッサ XV-XC がフォレスターと、バージョン3になったインプレッサ XV も同様ですだと思います。バージョン3はもう一回確認します。バージョン2はそうです。なので今度でこの前出たねフォレスターバージョン2の方だったんで、基本的にはそうです。それってバージョン2になって何が変わったかというと、プリクラが停止できるときは停止するようになりました。要はぶつけないっていう選択肢を車側が選べるようになったんですね。で、完全停止します。もし間に合う場合は寸止めできるようになりました。で、バージョン2でも先ほど言ったように停止保持するタイプとしないタイプがあります。レガシーに関しては電動サイドブレーキなので停止保持をしてくれます。だから追従クルコンを使って渋滞にはまって走り出して止まって、しばらく止まってますっていう時はブレーキも踏まなくていいです。ただインプレッサとか XV とかフォレスターとか XC 側は止まった後数秒経った後にアナウンスがあるので、ブレーキを踏まないとクリープを始めます。もしくはリジウムを繰り返す。ピッ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 って言われたらリジウム、ピッ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 って言うとリジウムってやってれば、まあその間は停止保持をしてくれるという感じになります。それと、バージョン2の BRBM の停止、電動パーキングがついたタイプに関しては停止保持した後、またさらに時間が経つとサイドブレーキを引いてくれる、その電動のサイドブレーキを引いてくれるっていう仕様になってます。で、バージョン3レボーグで登場して WRX-S4 にも追加されたタイプと、今のところは新型レガシーに搭載されているタイプと、それからインプレッサと XV のマイナーチェンジ、2014年の
ージョン3の違いですけれども、最初に出たレヴォーク、それから S4 の形が、まあ、全部の線みたいな状態です、現状ではね。でこれはステアリングの操作がバージョン3から入って、レーンキープですね、はみ出し防止とかレーンキープ、車線を認識した時にアクションを起こしてくれるっていう装備が増えました。でどんなものかどうかっていうと、レーボーグと S4 に関しては2種類あります。で他に関しては1種類の制御です。2種類何かっていうと、レーンの真ん中をキープするっていうアシストができるようになったのがレボーグ S4 で、もう一つのはみ出さないっていう、でちょっとこうはみ出そうになった時にステアリング戻してくれるっていう、今ちょっとやってみようかな、これ今緑色出ました。でこうステアリングをピュッと切ってくれるんですけど、これは、バージョン3だったら全て今のところついてます。そういう違いです。それとバージョン3の一番大きいところは、ステレオカメラがカラー化されて、さらに小型化されて、で、まあ、視界にも入りにくくなったし、コンパクトになったし、でカラー化されたので、ブレーキランプとか信号とかそういったものを認識できるようになりました。なので、ちょっと違いがある。その追従クルクを使っている時とかに一番大きいんですけど、ちょっと違いがある。どんな感じかっていうと、前走車との車間の詰め方ですね、詰め方をいろいろとコントロールできるようになったということです。で前走車が、ね、ブレーキ踏まないけど車速が落ちてる時と、ブレーキ踏んでて車速が落ちてる時だと、その後のアクションの違いがあると思うんですね。でその辺をちょっとその前読みする時にどういう風に考えようかなっていう風に、演算をパターンを変えることができるので、より定常走行感が増えてる気がします。だから、これもインプレッションになっちゃうんだけど、バージョン3になってからの追従クルクは車速の変化が穏やかというか、今一定速で走ってますよっていう気持ちにさせることが多いです。だから例えば画角も増えたんですよ、バージョン3で画角増えたんですよ。でバージョン3で画角増えたのもあって、こう横から入ってくる車がいた時に車速が近い、あ、ハンドル持ってるわけね、車速が近いっていう ところで入ってくるときには、バージョン2の終わりからバージョン3ぐらいはですね、意外とこう入ってきた車に対して、寛容になってた、寛容になっていく方向だったんですね。この車が車速がガーッと減速してこなければ、ちょっとこう待ってあげようみたいなね、多少車速が車間が詰まってもなんとかしてやろう、そのまま今走ってる車速をキープしてあげようっていう感じだったのが、バージョン3になってブレーキランプも見えるようになるわ、画角が広がるわっていうことで、入ってくる車に対して、ある程度自社の走行状況をキープしつつ、入れてあげるってことができるようになりました。バージョン1とかバージョン2の最初の頃とかだったら、結構ね、入れるけど一応ブレーキかけますよみたいな、ちょっと減速しますよっていうのがデフォルトだったのが、バージョン3に関してはですね、車速近いでしょ、ブレーキ踏んでないでしょってことは、多分入ってきてもそんなに詰まることないから、多少詰まっても入れてあげて、そこからゆるゆるっと車速コントロールしますみたいな状況になりました。バージョン3は本当にもうなんか画面がなくてもいいんじゃないのっていうぐらいの制御になっていると思います。お試しあれ。まあ、そんな感じでザクッとですけど、バージョン1から3までのいろいろと、バージョン3はこの